サンフレッチェ30周年記念30市町周遊ブラサンチェ。今日は大崎上島へやってきました。観音峰山の展望台に来てるんですけど、真っ白で本当はここから数々の島が見えるらしいんですけど、今日はあいにくの悪天候で紅葉も島も見れずということで、まあ、逆にレアな光景が多分見れてるはずです。そんな感じです。こんにちは。こんにちは。大崎上島町教育委員会の秋山と言います。今日は大崎上島の方へ来ていただいてありがとうございます。ここですね、せっかくなんですが観音峰山の少し下の駐車場まで来ていただいたんですが、残念ながらちょっとね、天気が悪いということなんで今日は上まで上がりません。いや、ここが頂上やと今まで思ってたんで真っ白で見えないんで、ちょっとこの上もあったのかと思ってちょっと残念だなと思います。はい。今来ていただいたところは紀の江の天満港というところです。明治以降にですね、港町として栄えまして、また造船の町としてもとても栄えた町です。昭和30年代まではですね、帆船などでこの港全体がですね埋まるようなぐらいの繁栄を見せてました。いや、話難しかったです。あ、なるほどなって思いました。すごかったってことですよね。そうです。今船止まってないけど、もうこの輪になってるんですけどね、もう船がいっぱいでもう入りきれんぐらいで。でも実際に今ここから船が出ることはないんですか？ここから船が出てるのは竹原とか。あ、さっき言ったところですか？ええ、さっきはフェリーなんですけど、ここからはちょっと離れてるんで高速艇で、前の大三島とかですね、あと今治方面船が出てます。普段船乗ることとかないんで、自分たちからしたら新鮮な感じがします、ね、こういうところに行く。今日もここへ来られてる時はもうクルージング感覚だったんです。そうです、外を見て楽しんできました、私らはもう寝ようだけだ、はい、だいぶ今減りましたけどね。木造3階建てが結構あるんですよ。旅館とか飲食店とか趣がありますね。あるんですが、もうだんだんと古くなって、もう人も住んでない家が増えてきたので、ちょっと寂しい感じがしますね。人の数とかはどれぐらい減ってますよね。やっぱもちろん減ってますね。1年にこの島で200人ぐらい減ってるんじゃないですか、ね、ないですか？減ってないです、来年から全然マコスマスマスだ。だんだんとこの地区のね、空き家が増えてきたんですよ、はい、で空き家が増えてくるともう家もすごく傷むんで、猫や、結構空き地が多いでしょ。ここはもう駐車場になってるし、猫おる。めっちゃ可愛いないですか、あの体勢。猫がいますね。めちゃめちゃ可愛いです。あ、いいですか？本当ですか？本当ですか？めっちゃ体勢可愛いな。おお、来年犬飼おうかなと思って。あ、いいね。あの向こうにある3階建ての大きな建物は紀の江ホテルといってですね。え、ホテルなんですか？え、だったところです。あ、そうです、ね、かつてはこの紀の江地区で、格式のあるホテルだったようですね。で、この上がですね、コンピラ山です。コンピラ山？え、香川県のコンピラ山がありますでしょう。はい、ね、あそこですね、あそこの分身ということで、コンピラさんは船の守り神、海の守り神ということで、この紀の江の港の方へ神様を持ってきたという歴史があります。神様って持ってこれるんですか？感情といってちょっとそうですね、分けていただくという感じですね。じゃあ紀の江はこのぐらいで、今度はですね、東の地区の大望月亭へ行ってみましょう。行ってみましょう。はい、ここに看板がありますけど、今大望月亭は今は海と島の歴史資料館になっております。ここは資料館の長屋門です。じゃあ中に入ってみましょうかね、はい、なんかすごい結構立派な大きい長屋門でしょ、はい、すごい。で、これがですね、いわゆる母屋になります。台所があるのが、その印がですね、分かるのが上を見てください。屋根があるんですが、屋根に飛び出た屋根がありますね、はい、あれ煙突なんですよ、煙出しですね。だからこの下にご飯を炊く釜とかがあったということですね。
この建物の特徴は特に屋根が特徴なんですけど、丸い棒瓦が弧を描いたような感じになって、これむくり屋根と言うんですけど、まあ、これが特徴です。それとですね、もう一つ特徴がありまして、あの釘をですね一本も使わない地獄ほぞというですね、あの組木の要領を使ったあの家の躯体を組んでおるというのが特徴になってます。家紋ではなくて船印なんです。あ、望月さんの月ってわけではないの？まあ、望月さんの月なんですけど、当時はあの帆掛け船ですよね、帆船ですよね、帆船の、橋の方にですね丸に月のマークが掛けてあった。で、望月さんの船だというのが分かるようにしたんです。なんで望月じゃないです。略してたんですかね。当時はこういった丸月をついた帆につけていたというような形です。よく気がつきましたね。まあ、もう日本建築、明治の建築ですから全部ですね、あの畳敷きです。こちらの方はね、母屋の方は。で、こちらが土間になって、今展示室になってるんですけど、今は若干の資料を展示させてもらってます。ちょっと上の方を見てもらいます。大きなあの木をですね組んであるんですが、これもですねあの釘は一本も使ってなくて木を組んでですね建築しているというようなところです。詳しい解説がありますので見てみましょう。はい、すごい。シャチですね。これはこの、まあ、この望月亭にも応用してますが、あの組木シャチ杉というのをこういった形で木を組んで、この鎖を打ち込むと、積み木みたいです。そうです。多少は揺れるけど、まあ、多少揺れとるぐらいの方が地震には強いんですかね。で、もう一つこの望月亭の特徴、ここにありますね、地獄ほぞ。同じく今度はここに鎖を打ち込んでるんですね。すごい。ここに写真が載ってますが、望月藤之助さんということで、この方が明治8年にこの望月亭をですね建築したということです。作るのに6年かかったと言われてます。ちなみにあの望月藤之助さんは東の村のこの地域のですね村長がされてました。で、海運業、海鮮業をやってた関係で、明治になってくるとですね、あの船を動かすにも免許がいるようになるんですよ。免許がいるっていうことは、免許を取るための学校が必要になってきます。ありました。そこに商船学校があったと思うんですけど、その広島商船高等専門学校の前身の芸用海員学校っていうのを明治31年に開校させまして、それがやがて県立の広島商船学校になり、今国立の商船高等専門学校というような歴史があります。すごい方なんですね。そうですね。もうあの先を見る目があったということだと思いますね。はい。これって本物ですか？これは本物。あの今あの屋根は後からちょっとやり替えて。望月さん、重さはどうですか？結構重いですね。どっちも重いっす、すごいな。俺のばあちゃん家まで素晴らしいですね。じゃあ大望月亭のですね玄関から入っていきましょう。今度は座敷の上に上がっていきましょう。ここが式台になりますんで、ここには上がらないように、ここで靴を脱ぎましょう。はい、この部屋が、この大望月亭では一番格式のある部屋です。あの昔の写真を見れたら、こういう蛍光灯ではなくて、シャンデリアが飾ってありました。だから結構和洋折衷のね、あの生活をされてたのがわかります。で、もう一つこの、部屋の特徴なんですけど、この床柱ですね。これがあの高屋さんという木を使っています。あの鉄の刀の木と書いて鉄倒木と書いて高屋さん、これあの外国の木なんですけど、とても硬いということで140年150年経っても立派にですね、まあ、輝いているというような状況です。で、ここから見る庭がね、あのとてもあの綺麗ですね。
で、ちなみにあの庭を見るときにはこうやって立って見るんではなくて座って見た方が日本家屋ではいいです。じゃあ座ります。座って失礼します。けど正座できないです俺。あ、無理をしない程度に、ね、これでいいですか。この目線の高さから一番ね、あの庭が綺麗に見えるという話です。綺麗ですね。寒い時にはこういう雪見障子がありますんでね、通常はまあこのお閉めなんですが、これを開いて、まあ、庭を中でできると、綺麗ですね。すごい池とかありそうですね。確かに池も前はあったんですよ。よく分かりましたね。すごい観察力が鋭い。ありがとうございます。そういうやつなんですこいつは。はい、では今日見ていただいた大餅月亭のクイズです。大餅月亭は釘を一切使わずに使った珍しい建築です。その建築方法は何というでしょうか。さあ、どれでしょうか。俺が思ってたのちょっとな。何を使わないでしょうかって質問かと思ったの。じゃあ答えていただきましょう。せーの、2番です。正解です。イエーイ。じゃあ2人とも地獄作り正解でございます。よかった。はい、じゃあ正解したお二人にはですね、はい、大崎上島のお土産品になりますが、一生堂のレモンケーキとブランデーケーキを差し上げます。大きさが違うんでお二人で、はい、ありがとうございます。開けてください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。あ、なんだろうって、フクロウの匂いしかしない。匂いフェチなんですよね。ブランデーってあんま分かんない。めっちゃいい匂いしました。こんなのお酒の匂いします。ブランデーって何ですか。お酒。食レポ。じゃあ自分は大崎上島のブランデーケーキをいただきます。ああ、お酒のいい香りがします。マジ。かけます。はい、うまい。見た目はこんな感じです。じゃあいただきます。しっとりした食感で美味しいです。味は。味はお酒。なんか似たようなもので例えるとカステラみたいな味で、食感がなんかこのなんていうんですかね、しっとりしっとりして、この水分がここに含まれている感じがします。なるほど、うまいっす食レポ。いいっすか俺も。味が難しい。じゃあ俺はレモンケーキ食べたいと思います。え、こんな形なんや。手で触っていいっすか。形してます。ちょっとレモンの形してますね。レモンケーキは相場その形っすよ。え、マジ。そうなんや。じゃあ俺初めて食べますレモンケーキ。いただきます。これがレモンの味か。いやなんか食べたことありますけど、これがレモンケーキとは初めて知りました。マジで好きで多分昔食ってました。めっちゃ美味しいっすね。結構しっとりしてます。意外とパサパサしてないです。めっちゃ美味しいです。皆さんもぜひ食べてみてください。カメラ待ってないとこでみかんもらったんで食べたいと思います。食べます。俺みかんうまく剥けたことないんやけど。え、俺地元熊本でみかん有名だからよく食べてましたよ。マコンチがやたら差し入れしてくれるんで、やたらやたら差し入れしてくれるんで、吉田とか熊本に。いただきます。めちゃめちゃうまいっす。甘くてパクパク進んじゃいます。いただきます。普段食べてるみかんより甘くて美味しいです。うん、とか言うと怒られちゃうんだけどな。熊本のよりめっちゃうまいっす。俺絶対言うな。今日は大崎上島に来て来たんですけど、望月亭ってとこに行かせてもらって、まあ、釘一本も使わず木で組み立てて家の建て方があるみたいで、うわー昔の人間ってすごいなって。もう俺なんかもうすごい SNS とか見たりして、なんかほんま愚かな人間やなと思ったんで、ちょっともうちょっと自然に触れて頑張りたいなと思います。
自分も、まあ、大崎上島に来てみて木之江の街並みを、まあ、歩いてみたんですけど、まあ、自分は実際に見たことはなかったんですけどドラマや映画とかであるようなその街並みの作りで、まあ、普段触れることができないような街並みを散策できたのですごくいい経験になりました。ありがとうございました。めちゃ楽しかったです。ぜひ来てみてください。ブラサンチェット。